スカーレット・ヨハンソン、スカーレット・ヨハンソン、スカーレット・ヨハンソン、1984年11月22日体は、アメリカ合衆国の女優、歌手。身長160センチメートル、日本で多く見られる、ヨハンソンという表記は、父方のデンマーク系の味方である。他の表記としては、ジョハンソン、ジョハンスンなどがある。アメリカでは、ジョハンサン、イギリスでは、 ヨハンさんと読まれることが多い。ニューヨークでデンマーク系の父と東欧系ユダヤ人移民の母との間に生まれた。幼い頃から演劇教室リー・ストラスバーグ・シアター・インスティチュート・フォー・ヤング・ピープルに通い、8歳の時にオフ・ブロードウェイの舞台ソフストリーでデビュー。1994年にノース小さな旅人で映画デビュー。野良猫の日記で インディペンデントスピリット賞主演女優賞にノミネート、ゴーストワールドで、トロント映画評論家協会の女演女優賞を受賞し、注目を集めた。2003年公開の、ロストイントランスレーション、真珠の耳飾りの少女での演技が高く評価され、この年のベネツヤ国際映画祭ブレイク女優賞や、ロサンゼルス映画批評家協会賞ニュージェネレーション賞を受賞。 英国アカデミー賞では両作品で主演女優賞のダブル候補となり、前者の作品で共演のビルマーレーと共に受賞。ゴールデングローブ賞においても、前者の作品でミュージカルコメディ部門に、後者の作品でドラマ部門の候補となった。2004年公開のママの残したラブソングで、再びゴールデングローブ賞主演女優賞、ドラマ部門の候補となった。 2005年にはアイランドで初のサマーシーズンの大作映画でユアン・マクレガーと共に主演を務めるが作品は工業的に振るわず失敗作となりフィルムメーカーから失敗の責任を押し付けられしまった一方同年公開の低予算で作られたウディア・レン監督作のマッチポイントではゴールデングローブ賞女演女優賞の候補となった2006年には トム・クルーズ主演のにも出演する予定であったが、制作の遅れに伴い交番。一説ではクルーズにサイエントロジー入信を迫られたためとも報道された。ちなみに、スカーレットが辞る予定だった役には、ケリー・ラッセルが起用された。また、同年公開された、ブラック・ダリアでは批評家からミスキャストと評された。2010年1月に、アーサー・アミラーの戯曲、 橋からの眺めで、ブロードウェイデビューを果たし、トニー賞演劇助演女優賞を受賞した。2012年、アベンジャーズにブラックウィドウ役で出演し、世界各国の興行収入を塗り替える、大ヒットとなった。続く、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーにも、同役で出場。2016年、映画興行情報サイトのボックスオフィスモジョが発表した。 史上最も興行収益を上げた俳優、女優ランキングで第10位、女優では第1位を獲得した。2007年4月27日にカリフォルニア州インディオで行われた野外ロックフェス、コジェラミュージックフェスティバルでジーザスメリー・チェーンのライブに特別出演した。2008年5月20日にトム・ウェイツの楽曲10曲をカバーしたアルバム デイ・マイ・ヘッドで歌手デビューした。同アルバムはデビッド・ボーイもボーカルで参加している。アメリカのビルボードチャートでは初登場126位。イギリスのアルバムチャートでは初登場63位を記録。2004年からルービトンの2006年からはロレアルの広告等に起用されている。2006年にはスポーツ用品ブランドのリーボックと スカーレット・ハーツ・ RBK の共同開発を含めたパートナー役を結んでいる。2008年12月11日のノーベル平和賞コンサートの司会を俳優のマイケル・ケインと共に務めた。ハリウッド女優を代表するグラマー美女として認知されている。2006年2月にキーラ・ナイトレイと共に表紙を飾ったベイファッション誌、バニティ・フェアでセミヌード姿を披露した。 同年の3月27日に発表された、米男性誌、FHM が毎年行っている、世界で最もセクシーな女性100人の2006年版では、トップに選ばれた。2003年に、俳優のベニチオ・デルトロとロサンゼルスのホテルのエレベーター内で、性行為に及んだとの報道がされた。彼女は行為を行ったことを否定している。ちなみに彼女は、 エイズ検査を年に2回受けていると発言している。米国のニューヨーク州ニューヨークで双子の姉として生まれた。名前の由来は風と共にサリヌのスカーレット・オハラ。父親はデンマーク系の建築家、母親はアシュケナジムユダヤ系の映画制作者。両親の出会いの地はデンマークで、自身もデンマーク国籍を有している。13歳の時に両親は離婚。 ニューヨークとロサンゼルスを行き来する生活していた。2002年にプロフェッショナルチルドレンスクールを卒業。姉、バネッサと双子の弟、ハンターも俳優をしている。他に、兄弟は、ニー、エイドリアンとイボテイ、クリスチャンがいる。過去に、野球選手のデレクジーターや、俳優のジャレットレトやベニチオ・デルトロ、ブラック・ダリアで共演した、ジョシュ・ハートネットと交際していた。 ミュージックビデオに出演したことにより仲を噂された、ジャスティン・ティンバー・レイクとのことは、否定している。2007年からは、俳優のライアン・レイノルズと交際し、2008年5月5日に、婚約、同年9月27日に、カナダ・バンクーバー郊外で結婚。2010年12月、離婚した。夫婦関係の悪化によるものではないとしておりともに、 医者料は求めず、離婚後も仲良く食事をする様子などが目撃されている。離婚後は、ショーンペンと交際していたが、短期間で破局した。2012年から、フランス人ジャーナリストのロマンドリアックと付き合いを始め、2013年に、婚約し2014年9月ジョジを出産した。代理人が4日確認した。ジョジは、ニューヨーク市内で誕生し、ローズドロシーと名付けられた。 スカーレット自身はユダヤ人だが無神論者である。受賞時に神に感謝することは考えられないと発言している。2011年所有する iPhone がハッキング被害を受け中に保存していたスカーレットのものとみられるヌード写真が流出したと報じられた。この件に関しては FBI の捜査の結果フロリダ州在住の男性が逮捕された。 大のいたずら好きで、特に共演する女優の胸を触ることが大好き。そのため過去には、ナタリー・ポートマン、キーラ・ナイト・レイ、コビー・スマルダーズ、エリザベス・オルセン、キムス・ヒョンが初対面でいきなり胸を揉まれてしまった。反応は様々だったが、貧乳のナタリーやキーラは、あまりのサイズの違いにショックを受けた。本人は初めて共演する女優と、 すぐ打ち解けるためにスキンシップを兼ねていると語っており、触った相手には自分の胸も触って構わないとのこと。オックスファムという団体と共にチャリティー活動を行っている。2007年8月に癌の予防や治療法を研究する団体へのチャリティー目的としてネックレスのチャームをデザインした。2008年3月には映画、そんな彼なら捨てちゃえばのプレミアで、 スカーレットをエスコートする権利のチャリティーオークションがかけられ約 US4100 ドルドル約405万円で落札された収益はオックスファムに寄付されるしかし2014年1月にはイスラエル製品のソーダストリーム広告等となったことによりオックスファム親善大使を辞任パレスチナ支援者から大きな非難を招いた民主党支持者である 2004年の大統領選挙では、ジョン・ケリー候補を支持した。2008年の大統領選挙では、バラック・オバマ候補を支持しており、2008年1月2日に、アイオワ州にて、オバマ候補の水運動を行った。また、ウィル・アイアムが、オバマ候補を応援する歌、イエス・ウィー・キャンのミュージックビデオに出演した。アメリカ人口妊娠中絶推進。 プロチョイス団体であるプランドペアレントフットの PR ビデオに出演している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。